じゃがいも、じゃがいもが安くなってきたな。安いよな。なあ、人参も安かったし、1個30円ぐらいかな、これ。信じがないけどね。今日はじゃがいも炒めていこう。じゃがいも切っていこう。今日はイカと一緒にじゃがバター醤油にしたい。なってたな今。もう料理名だけでもうお腹鳴るようになってる。大きめにしよう。鉄板に美味しいよね。美味しい。じゃがいも OK。 水ちょっと入れてチンしていこう。様子見ながら5分チン。サニーレタス、サラダ作ろう。パパッとね。これぐらいかな。ぎゅうぎゅうにしちゃった。トマトものせよう。はい、今日ドレッシングはオーロラソースにしよう。マヨネーズ大さじ 1.5、 ケチャップ小さじ2ぐらい。こんなもんかな。オーロラソースってなんでこんな美味しいやろ。すごい好きなんやけど。あ、そうやったよ。うん、あんまり作らんないけどな。あ、美味しい。ダメだな。ちょっとパセリのちょっとこう、なんか別添えってだけですごいおしゃれに見える、うん。ね、ここからコンソメとかいろいろ入れてくる。あ、何も入らん。これが美味しいんやから。じゃあソースは後でかけよう。完成。ちっちゃい椎茸。ちっちゃい椎茸。この間これめっちゃ安かったよな。この倍で100円やったよね。ちっちゃいけど椎茸は椎茸やからな。買っちゃったな。そう、冷凍してたんよ。これを今日はレンジで煮物っぽくしようかな。レンジで煮物。ちょっと料理名は分からんけど、レンジに。うん、レンジに。かわいい。マッシュルームサイズやもんね。じゃあ味付けしていこう。お酒小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ2、塩昆布ちょっと入れてみよう。おいしそう。佃煮みたいなやつだよね。ね、ちょっと水分出て浸かると思うんだけどな。じゃあレンジでチンしよう。チンしよう。冷ましてます。冷ましてます。これも様子見ながらチンしよう。チンできたよ。どうやろうか。一応追加で2分チンしたけど。おお、なんかいい感じやけど。見た目は。味の濃さ大丈夫。うん、ほんとご飯のお供って感じやな。ちょこっと乗せていこう。すごいね、黒い。黒くなっちゃったね。ネギかけとくわ。あ、いいね、かわいらしい。いいね。 OK、 完成。イカ、イカ。かわいいな。かわいいイカやな。今日はどうしてもイカを食べたかったから、イカ買ってきた。イカに合わせてジャガイモとかを。そう、そういうこと。焼いていこう。イカ焼くほど楽しいものはないよな。そうな。サラダ油少々。早いな、今日のスタンバイは。焼いといて。あ、これでもう入れちゃって。あ、そう。よし。いいね。いいね。スルメイカらしいよ。わあ、いい匂い。美味しそうなイカ。スルメも美味しいもんな。本当好きよな、スルメ。うん、本当に好き。イカの箱舟も。イカの箱舟すごい好き。なんか焦げみたいなんできてきたけど。ね。焦げてるね。取れる？ちょっと美味しそうや。ちょっと美味しそうやな、このもんじゃ焼きのあっこみたいな。うん、いいね。じゃあそろそろじゃがいもも入れちゃう。じゃがいもちょっと多かったかな。
ゃあ味付けしていこうかな。にんにく、好み量、お塩少々、胡椒少々、お醤油小さじ1。ちょっと一旦これで炒めます。あー美味しそう。いいね。これはもうねえ、ね、美味しいです。はい、お醤油もうちょっと入れよう。よし、じゃあバター入れちゃおうかな。バター結構たっぷり入れちゃおう。いいね。わー、いい匂い、バターのリッチやね、これはリッチよ。すっごい美味しそうだけど。いいんじゃない。ちょっと醤油入れるタイミングがよくわからんかったから、今やったんかな。バターと一緒やったかもしれない、醤油。あまあまあまあ、いいでしょ。へー、いろいろあるんかな。ね、よし、盛り付けよう。はい、パセリかけとこう。高いなぁ、なんか風味が増えるんかな、パセリ。はい、OK かな。一回食べてみよう。完成。お味噌汁作ってくれてありがとう。美味しそうよ。なんか豆腐が変な切り方になっちゃう。そう？1ミリもずらしたくない。向いてないよ、料理。納豆、納豆味噌汁にしよう。なんか納豆って火に加えるといい成分がなくなるっていうよね。いい成分、納豆キナーゼやっけ、違ったっけ。いやでも美味しいと思う。納豆引き割り派よな。私は小粒派ないけどな。めっちゃ引き割りだ。すっごい美味しい引き割り。じゃあ納豆入れちゃおう。おネギも入れとこう。もうすぐです。よし、美味しそうやな。お腹すいた。完成。いただきます。めっちゃなってるな。いや、すっごいお腹すいてる。あ、すごい納豆。うん、うん、おいしい。おいしいわ。お豆腐といいな、納豆。うん、ほぼ豆やね。え、すごいな。あー、いい。ドゥドゥ、何見えたよ。うん、うん、レタスとオーロラソースすごい好きなんよ。あ、いい。ほんとにオーロラ見たみたいなね。椎茸どう？うん、うん、椎茸の香りがすごくない？このサイズいいな。椎茸じゃないみたいだね。うん、うん、うん、どんどん上がってきてる。どうかな、イカ。うん、ホックホク。うん、プリプリ。うん、ドゥ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 。途中でなんか BGM 迷子になったんやけど、うん、確かになんか別の音楽な気もするな。オールスター感謝祭の CM 行く時の音楽な気もするな。ほんでドゥ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 やドゥ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 や。仮想大賞出てこへんやん。じゃあちょっと特技を見つけてもらったかもしれない。特技開花した。眠ってた才能が開花した。え、何やろ。うん、教えて。得意がどうかちゃんと見えば。動物の名前を言ってくれたら、その動物がどこにいたら一番可愛く見えるかを言える。言える。どういうこと？だ、犬やったら、うん、その犬がどこにいたら一番可愛く見えるかが分かるっていう特技。言おうかどうか迷ったけど。特技かな、それ。見えてまうのよ、キューティクルポイントが。何そのポイント。
そう、わかるなと思って。じゃあ犬は？犬は簡単。犬はここそれ可愛いのよ。そこでお座り。犬はいや絶対可愛いよ、ここにいたら。はい、キューティクルポイント。何それ、ここがキューティクルポイント。いや、どこにいても可愛いと思うんやけどな。いや、一番はそこ。ね、じゃあ、ああいいね。ちょっとまだわからんから、得意かどうか確かめさせて。もうメロメロやん、この得意に。そういうわけじゃないんやけどな。カメ。あ、カメ、カメ簡単。ん、カメはここ可愛いかな、そこ。馬、馬はこの目の前こう。え、これ誰から見て可愛いの？それ聞くの忘れてたけど、ここに座って可愛い。いや、真正面から見てよ、そら。いや、誰から見てとかじゃない、その空間を見て。あ、空間？うん、空間を見てほしい。その視点じゃない、空間で見てほしい。ここ立ってんの？立ってた。え、日本味ナポレオンのタイプの。ここよ、それ。それやったらちょっと可愛い。ここ。いや、意外とこれだから一応やってみるんじゃん。うん、できるよ。嘘。うん、誰でもできると思ってる。そんなバカにされるんだよ、言わんときゃ。じゃあペンギンは？ペンギン、うん、ペンギンはここよ。あ、真ん中？真ん中。いや、ペンギンはここよ。ここよ、ペンギンは。え、違うな。フクロウは？フクロウ、うん、フクロウはここよ。肩フクロウ、肩フクロウ、フクロウは肩フクロウ。やっぱ肩よ、フクロウは。肩よな、フクロウはな、うん。あ、結構キューティクルポイント押さえてるね。わかるよ、キューティクルポイント。鳥はわかりやすい。じゃあスズメは？スズメ、うん、スズメはここ、この下。いや、スズメはここよ、やっぱり。違う、そこはヒヨコよ。そこはヒヨコ。うん、そこはヒヨコなの。まあでも俺は動物だけじゃなくて架空のカッパだとか、うん、ドラゴンとかも押さえてるけどね、一応。カッパはどこ？カッパはここから、こうよ。かわいい。カッパによらん、それは。こう。小ガッパや。じゃあ天狗の場所わかる？天狗か。天狗は、うん、両サイド。風神雷神みたいな。ちょっと参った。え？得意譲るわ。いや、いらん。ん？人に言えへんし。ミーアキャットはここでこうやな。あー、いや、ミーアキャットはここでこう。いっぱいいるよ、ここ。溢れてるって。こことここでこう。ごちそうさまでした。